横須賀目線。兵庫県の斉藤知事をめぐる疑惑ですけれども、新たな証言が続々と出てきました。そうですよね。あの職員のアンケートで本当にいろんな角度から浮かび上がってきたのが、このパワハラ疑惑とか、それからおねだり疑惑となってますけど、これ贈答品をめぐる疑惑です。でどこまでが OK でどこからがアウトなのかっていうところを今日探っていきたいと思うんですが、まずそもそも兵庫県の PR をですね、知事がするのはすごい大事な仕事の一つということになります。例えばこちら、斉藤知事の X なんですけれども、これは霞ヶ谷の PR ということになります。で冬シーズン、特にズワイガニ、松葉ガニは11月からです。ぜひ食の田島へということで、カニを持った写真と大量の水揚げされたカニが並んでいるということになります。そして今度は瀬戸内海はやっぱりカキが有名ですけれども、辰野市の室津のカキ工場を視察しましたということと、プリップリのこの大きなカキ、そして知事が視察して現地の方と話している様子も映っています。これも特産品を PR する一環ということで、海の幸の兵庫をアピールしています。さらには姫路城、食べ物だけじゃなくって、例えば今年は姫路城の世界遺産登録30周年ですということで、この模型のですね、いわゆるおもちゃですね、うん、こういうのも、まあ、兜をかぶって、まあ、戦国武将をイメージされているかもしれません。いろいろな形でしっかり PR して、全国各地、なんなら世界各地からお客さんも来てほしいと、はい、大事なお仕事なんですけれども、うん、この仕事をめぐってですね、職員の方からいろんな声が上がっています。中間報告のアンケート職員さんの文読んでたら、とにかくですね、目立つ言葉がこちらなんです、はい、大量であると、量が多いということと、あと、まあ、知事がですね、基本的に独り占めをしているという趣旨のことが書かれています。具体的にはどういうことなのかを見ていきたいと思うんですが、この中間報告で県職員の対象アンケートということになります。いわゆる贈答品のおねだり疑惑について、実際に見たと答えている人が43人、そして人づてを含む聞いたと答えた人が903人です。でこの聞いたでカニです。で職員が誇示したお土産を、いらないのなら私がいただくと職員の分まで持って帰りましたよと。でこれも聞いた話でカキです。養殖業者からカキをもらった際も独り占めして全部自宅に運ばせたということがあります。でこれは見たという証言ですけど、姫路城の模型ですね、展示会で姫路城のブロックを飾りたいので用意できないかと発言した。で後日秘書課に届いていた。でこれね、届いたものがいわゆる県の中で飾られているなら問題ないんです。今の段階でどうなったのかちょっとよくわからないので、今後ここもですね、知事に聞いていかなきゃいけない点なんですけれども、一つですねポイントがあるのなと思うのが、このお土産ってとこなんですけど、あのやっぱり PR するためにはこうやって食べないといけないと思うんです、現地で。じゃないと食の魅力伝わらないなと思うんですけれども、一方でお土産として持って帰るか否かは、これいわゆる自治体トップそれぞれですね、判断も分かれたりします。でクリーンでクリアにしたいのなら、やっぱりお土産として持って帰らないっていうトップもいらっしゃるんです、その場で食べるのみに食べる、はい、で知事今日もこういうふうにおっしゃってまして、前の知事の時から社会通念上の範囲で受領することがあったので、それを踏まえて適切に対応してきたというんですけれども、これって解釈、それから知事の資質も含めて幅広く取ることができてしまうので、ここにもトップとしてのですね、いろんな資質が問われるなっていうのが垣間見えます。なんであの首長によってはですね、クリーンにしなきゃいけないかっていう話をしているかと言いますと、こちらですよね、要は関係性ということになるんですけれど、知事ってすごいやっぱり強力な権限を持ってるわけです。で贈答品を送ってくる側の、まあ、企業からですね、まあ、もらいます。それに対して便宜を図っていると、まあ、誤解されるだけでも問題があると。だからそういう疑いを持たれないようにお土産などはもらえませんと。ただ現場では食べますよっていう首長さんもいらっしゃるということなんですよね、うん、ここなんですよ、この線引き。要はなんか便宜を図って他の企業とね、バランス取れなくなる、公平性の担保ができなくなるっていうふうに思わ
われるのが嫌ですっていう方もいらっしゃるので、うん、これはもう知事のもうコンプラの意識とか、うん、今の時代に沿ってそれが県民に理解されるのかどうか、ここまで判断できてるかっていうところもあると思います。いろんな要職に疲れてる方、そこどういう判断でされてるんですか？そうですね、知事のいわゆる、まあ、地方担当周りの関係者に聞いたんですけれども、うん、これは一般の人から見ればもう特権を使っていると移っても仕方がないです。これ内部職員の関係者が言っていることなので、一つ重く受け止めなければならないです。もう当然事実認定はですね、これから行われるんですが、もう職員アンケートも含めて垣間見えるのは、職員からもいやもらいすぎの可能性あるよねって指摘をされているし、やはりこうやって特権と一般の人に移らない、今の時代特に誤解を招かない行動も必要なんじゃないのっていう指摘は、知事の指摘として非常に重要かなというふうに浮き彫りになる点ですよね。例えば大量の海苔とか大量の日本酒とか もう多岐にわたるんです。食べ物だけじゃなくて物品にも及ぶので、これは県民の方にですね、きっちりご理解いただくためにも一つ一つ時間かかってもいいから精査の調査が必要かなと思います。でまたですね、補助金をめぐる問題についても新たな証言が出てきました。今分かっている範囲内なんですけど、この阪神オリックスの優勝パレードをめぐる疑惑です。で構図としてはこういうことになります。いわゆる資金不足を補うために兵庫県側がですね、信用金庫などに補助金を増額する見返りに、信用金庫などからパレードの資金として寄付を兵庫県側にしましたよということです。で去年の11月16日です。そもそも補助金額って最初は1億円、これ知事も認識してたんですけれども、その後4億円に増額されました。で増額が決まった翌日以降ですね、複数の信用金庫から寄付金が入り出したということなんです。でこれに対する職員の対象のアンケートです。これも見た聞いた人づて含むという現段階なんで、それをご認識の上でお聞きいただければと思います。強引にキックバックさせるよう知事が指示を出したと聞いた、それから補助金で補填するという裏技を使ったと聞いた、うん、で信用金庫の知人から今後の補助金受給のために断れなかったと聞いたということ、うん、これも、ね、今後調査すごく必要かなと。 その増額を決定したのはこの前辞めた片山副知事がですね、直接的には入ってて、で知事はどう関わったんだってところも一つの焦点になってくるんですけれども、この例えばね、これ信用金庫などから資金として寄付しましたよってなった場合に、これ普通のまあ企業なども含めたら、いわゆる背任罪とかにも当たる可能性があるから、いわゆる捜査機関とかが動くんじゃないかっていう、そういうなんか疑惑があった時に、そのちゃんと県として逆に、要はこれ税金なども入っている事業なので、ちゃんと調べた方がむしろすっきりするんちゃうかなと思うんですが、結局グレーなまま進んでるから、やっぱり知事の失踪等を超えっていうのは各所から上がってて、例えば兵庫県の各市長ですね、この全29市市長会明日要望書を提出するということです。でやっぱクローズアップされているのは、告発した元県民局長を十分な調査なく懲戒処分したことが不適切であると、で県政が混乱して大きく停滞しますよと、要は県と自治体が一緒になってやっている子ども施策なども影響してしまうんじゃないかということです、うん、あと県と市のコミュニケーション不足も課題ですよと、うん、まあ、こうした声をですね、やっぱり知事が真摯に受け止められるか、で今回明らかになったのは、とにもかくにもズレがあるので、このズレを埋めるために知事はどうしたらいいか改めて問われる局面だと思います。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。